あなたのような善人は、前世にはいなかった。スノーが体をプルプル震わせながらつぶやけば、アリスもため息と共に頷く。本当にそうおかしな連中ばかりだった。前世もしかして、君たちは別の世界から来たの 驚いたアリスとスノーが思わず顔を見合わせると、シスはそれを同意と受け取ったらしかった。そういうことだったんだね。スライムとオーガが一緒にいるなんて珍しいと思ったんだ。転生者同士ということなら納得したよ。 別世界の存在を知っているのかそれならあなたも私たちと同じ転生者いや私は召喚者だよ、うん、何が違うの別世界で死に前とは違った肉体でこちらの世界に転生したのが転生者 別の世界から生きたまま召喚され。肉体も元のままなのが召喚者だよ。私がこちらに来たのはもう随分昔だけどね。この勝利は彼のために。転生者と召喚者。 似て非なる存在ではあるが、故郷が別世界にあるという点は同じ。その似たような境遇に加えて、人格者であるシズに、アリスとスノーが心を許すようになるまで、そう時間はかからなかった。そっか。まだ転生したばかりで、自分の体に慣れていないんだね。それなら、 スキルの扱い方も知らないんじゃないかな。魔物ボディの扱いに苦戦する二人に、シズは丁寧なアドバイスを送る。その的確さとわかりやすさに、二人はただただ感心するのだった。 二人は一体何をやっているのです疑心と暗鬼はいらついていた。アリスもスノーも、売れるラノベらしき行動をまるで取っていない。読者が求めるものは、俺通営展開のはずなのだ。間違っても、丸一日かけてじっくり魔物ボディの扱い方に慣れる過程なんかを読みたいのではない。 そんなものは、半ページほどでサクッと飛ばしてしまえばいいのだ。大ヒットのロボッ計画に早くもの話題が立ち込めてきました。手て思いながらです。 なことにここはデンスラっぽい世界ですそれならスゴいの最強のスライムに進化させておるスーセンサイに持っていけるかもしれませんこれは 天ンスラの世界で主人公が最強のスライムになれたのはユニークスキルの存在が大きいはず。 そう推理した疑心と暗記は、スノーにも同じユニークスキルを覚えさせようと決めた。デンスラの主人公と同じ行動をとってユニークスキル、大剣場を獲得するのをスノーに使えるのです。具体的には。性的な不満を覚えることで大剣場を獲得できるはずですが。そんなことを言えば殺される。一瞬で同じ結論に至った人形たちは、 この計画を破棄するしかなかった。